どうも皆さんこんにちは、チャックバツです。本日はですね、とうとう出ましたね、ヒルトンアメックスクレジットカードね、発表されましたということで、今回の動画ではですね、こちらの解説ね、やっていきたいというふうに思います。今回の動画ではですね、とりあえずヒルトンアメックスクレジットカードね、発表されましたということで、ヒルトンアメックスクレジットカードの詳細についてね、解説ねしていきたいなというふうに思っておりますので、気になっている方はですね、ぜひね最後までねご覧いただければなというふうに思います。また今後ですね、 SPG アメックスのね比較なんかもねしていきたいなというふうに思っておりますので、そちらもね楽しみにしておいていただけたらなというふうに思っております。まず今回のねヒルトンアメックスクレジットカードなんですけども、ヒルトンホテルとアメックスのね提携カードという風になっておりまして、発行されるのはですね2種類っていった形になりました。一つはですね、ヒルトンオーナーズアメリカンエクスプレスカード、こちらはね一般カードですかね。でもう一つがヒルトンオーナーズアメリカンエクスプレスプレミアムカードということで、2種類のねクレジットカードを発行されるっていった形になります。でですね、一般カードとプレミアムカードなので、こちらはねゴールドカードの括りなんですかね、プラチナカードの括りなんですかね、ここら辺はねちょっとわからない部分ではあるわけなんですけども、特にねコンシェルジュとかはついてなさそうなので、特典を見る限りはですねゴールドカードかなっていうふうに思っております。それではこの2つのクレジットカードのね基本スペックをですねちょっとまとめさせていただきましたので、こちらね見ていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、年会費についてはですね、一般カードの方は15,000円っていうふうになっておりまして、プレミアムカードは年会費60,000円っていった形になっております。家族カードの年会費についてなんですけども、一般カードの方は1枚目無料なんですよね。2枚目以降は60,000円っていった形になっておりまして、プレミアムカードなんですね、3枚まで無料なんですよね。これはねすごいかなというふうに思っておりまして、4枚目以降はですね12,000円っていった形になっております。でですね、ポイントの付与率に関してなんですけども、ちょっとね今回ね付与率と還元率で分けさせていただいたわけなんですけども、ヒルトンのポイントは1ポイントね 0.3円から0.5円、まあすごい良くて1円ぐらいっていうふうに言われておりますんで、ちょっとね還元率の表示ね難しいなと思いまして、付与率とね還元率ちょっとね分けさせていただいたんですよね。で付与率についてはですね、一般カードの方は通常の支払いで100円決済で2ポイント、まあ 2% っていった感じですね。でプレミアムカードは100円につき3ポイント 3% っていった形になっております。でですね、ヒルトンホテルの利用時の付与率については、一般カードの方は100円決済で3ポイント 3% ですね。でプレミアムカードの方が100円につき7ポイントということで、 7% の付与率っていった形になるんですよね。で貯まるポイントについてはですね、ヒルトンホテルポイントっていう風になりますので、ヒルトンホテルで利用できるっていった形になっております。一応ですね、マイルなどにも交換することはできるわけなんですけども、ヒルトンホテルのポイントっていうのはですね、マリオットボンボイポイントと違ってですね、マイルに交換すると、まあ、鬼のようにですねレートが悪いっていった形になりますんで、まあ、基本的にはですね、ヒルトンホテルのポイントはヒルトンホテルでね利用するのがおすすめっていった形になっております。でですね、ヒルトンホテルのポイント価値なんですけども、先ほどもねちょっと触れましたけども、基本は 0.3 円ぐらいから 0.5 円ぐらい、スーパー繁忙期にはですね、まあ、最大1円ぐらいでね利用することができるわけなんですけども、まあ、この1円ぐらいっていうのはですね、本当に限られた繁忙期だけね利用することができるっていった形になっております。ですのでちょっとね基本還元率っていうのを出させていただいたんですけども、一般カードの方は 0.6% から最大で 2% ぐらいっていった形になりまして、プレミアムカードの方は 0.9% から 3% ぐらいっていった形になります。でですね、ヒルトンホテルで利用した時の還元率なんですけども、一般カードは 0.9% から 3%、 プレミアムカードについては 2.1% から 7% っていった形になっております。でですね、ヒルトンアメックスのクレジットカードに関しては発行するだけでですね、ヒルトンステータスがね付与されるっていう風になっておりまして、一般カードなんですね、ゴールドカードっていう風になりまして、プレミアムカードについてもですね付与されるのはゴールドステータスっていう風になります。なんですけども、ダイヤモンドステータスですね昇格ありということで、こちらはね後で解説させていただきます。またですね、 HPCJ 特典として、こちらヒルトンプレミアムクラブジャパンの略なんですけども、一般カードの方はですね1万円でね加入することができて、プレミアムカードの方は初年度無料という
というふうになりまして、2年目以降は1万円でね加入することができるっていった形になりますですね。国際ブランドはアメリカンエクスプレスっていった感じになっております。またですね、海外旅行保険とかね、その他保証についてなんですけども、一般カードとねプレミアムカードね、年会費が一般カードは15,000円、プレミアムカードは6万円ということで、こちらですねその比較なんですけども、一般カードについてはですねかなりね保険削られているっていう風になりますんで、一般カードだと15,000円でヒルトンのゴールドステータスねつくということで、発行される方はね多いかなという風に思うわけなんですけども、オンラインプロテクションについてもリターンプロテクションについてもですね、一般カードの方は保証はねないっていった形になりましたので、年会費だけね気にして発行してですねメインカードにするっていうのはですね、後でねトラブった時ね結構困るかなという風に思いますので、こちらもですね注意していただきたいなという風に思っております。それでは一般カードとプレミアムカードのねヒルトンステータスの付与についてなんですけども、どちらのクレジットカードについてもゴールドステータス付与っていった形になります。でですね、ゴールドステータスになるとですね 80% のボーナスポイントがもらえたりですね、またねスイートは除かれるわけなんですけども、客室のアップグレードもね受けられたりします。またですね、全てのホテルですね朝食の無料サービスがね受けられるっていった形になりますんで、ゴールドステータスなんですけども結構ね楽しめるのではないのかなというふうに思っております。でですね、プレミアムカードについてはですね、付与されるのはゴールドステータスっていう風になるわけなんですけども、1月1日からですね12月の間にですね年間200万円以上決済すると、達成年の翌年末までですねダイヤモンドステータスがね付与されるっていった形になるんですよね。でですね、ダイヤモンドステータスになるとですね 100% のボーナスポイントがねついたりですとか、エグゼクティブクラブラウンジもね利用することができますし、またねスイートルームを含むアップグレードもですね対象になるっていった形になるんですよね。まあ他にもね特典があるわけなんですけども、まあ大きい特典はですねここら辺かなというふうに思っております。でですね、こちらのステータス付与に関してなんですけども、本会員のみのね特典っていう風になりまして、一つね注意していただきたいんですけども、この200万円を決済してですねダイヤモンドステータスが付与されるのはですね、達成後3ヶ月以内にね付与するっていう風にね記載がされておりますんで、この点はですね注意していただきたいなっていう風に思っております。200万円をね決済したからといってすぐねダイヤモンドステータスになるわけではありませんので、この点はね注意が必要ですね。またですね、一般カードもプレミアムカードもですねゴールドステータスがですねクレジットカード発行するだけで付与されるわけなんですけども、発行後4週間から6週間ぐらいですねゴールドステータス付与にですね時間がかかるっていう風になりますんで、こちらについてもですねすぐ付与されるわけではありませんので、この点もね覚えておいていただきたいなという風に思っております。それでは次にですね、クレジットカード利用と更新特典についてなんですけども、まず一般カードの方はですね、入会後1年間の間にですね150万円以上利用してクレジットカードを更新するとですね、ウィークエンド無料宿泊特典っていうのがですね毎年もらえるっていった形になります。まあウィークエンド無料宿泊特典ということですので、ヒルトンホテルのですね週末に無料宿泊ね一泊する特典がもらえるわけなんですけども、まあ、ウィークエンド無料宿泊特典ということで金土日のみね利用することができるっていった形になります。まあね、逆に言うと月曜からね木曜日までは利用することができないっていった形になります。次にですね、プレミアムカードについてなんですけども、カードの利用と継続で無料宿泊特典がですね最大2泊ねもらえるっていった形になります。一つはですねクレジットカードを更新するだけでもらえるっていった形になりまして、2つ目についてはですね1年間の間にですね合計300万円以上利用するともらえるっていった形になっております。このねウィークエンド無料宿泊特典っていうのはですね、繁忙期などがですね利用できないみたいなねブラックアウトなしでね利用することができますんで、この特典がですね一般カードにですね付帯しているっていうのは、まあ、150万円のですね決済額のハードルがあるわけなんですけども、結構ねいいのではないのかなというふうに思っております。でですね、この特典についてどこのホテルで利用できるかっていう話なんですけども、ちょっとね詳細が記載されてないっていった形になりますんで、こちらについてはですねまたね別の動画もしくはですねコミュニティ欄とかですね
ですね発信していきたいなというふうに思っておりますので、この点はねご了承いただきたいなというふうに思っております。本当にですねウォルドーフアストリアとかですねそういうスーパー高級ホテルですね利用することができるのであればですねかなりすごい特典になるのではないのかなというふうに思っております。それでは次にですね新規入会特典についてなんですけども、一般カードの方はですね最大2万5000ヒルトンポイントがねもらえるキャンペーンというふうになっておりまして、こちらね詳細になるわけなんですけども、まず入会で2000ヒルトンオーナーズポイントがねもらえるっていうふうになっておりまして、クレジットカード利用でですねヒルトンポイントがもらえるっていうふうになっておりまして、入会後1ヶ月以内ですね10回の利用で3000ポイントがねもらえるっていうふうになっておりまして、入会3ヶ月以内にですね30万円以上利用すると1万ヒルトンオーナーズポイントがもらえるっていうふうになっておりまして、入会半年以内にですね75万円以上ね利用すると1万ヒルトンオーナーズポイントがねもらえるっていった形になっております。まあこちらね合計75万円以上利用すると2万5000ヒルトンポイントということで、まあちょっとね75万円利用して2万5000ポイントっていうのはねちょっと少ないかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ先ほどもね言いました通りヒルトンポイントはですね1ポイント0.3円ぐらいからね利用するっていった形になりますんで、もうちょっとね欲しいなっていうところですよね。それでは次にプレミアムカードについてなんですけども、こちらは入会後ね6ヶ月以内にクレジットカードを利用すると最大7万5000ポイントがね獲得できるっていった形になっておりまして、入会で5000ヒルトンオーナーズポイントがねもらえるっていうふうになっておりまして、カード入会1ヶ月以内にですね10回の利用で1万ヒルトンオーナーズポイントがねもらえるっていった形になります。でですね入会後3ヶ月以内にですね30万円以上利用すると3万ヒルトンオーナーズポイントをもらえて、入会6ヶ月以内にですね150万円以上利用すると3万ヒルトンオーナーズポイントをねもらえるっていった形になっております。こちらについてもですね合計150万円を利用して7万5000ヒルトンオーナーズポイントが獲得できるっていった形になっておりますんで、まあ、年会費がね6万円してさらにね150万円の利用っていう風になりますんで、結構ねハードルは高いかなっていう風に思っております。それでは次に HPCJ ですね、ヒルトンプレミアムクラブジャパンについてなんですけども、このヒルトンプレミアムクラブジャパンっていうのはですね日本国内の17のホテルと韓国の2つのホテルですね割引などをね優待が受けられるプログラムなわけなんですけども、宿泊はですね 25% 割引、またねレストランは最大 20% ね割引で利用できる特典っていう風になっているわけなんですけども、本来ですねこの HPCJ っていうのは通常で入会するとですね2万5000円するんですよね。まあ、今回このヒルトンアメックスクレジットカードですね、一般カードでも発行すればですね1万円でねこの HPCJ がね利用することができるっていった形になっておりまして、またですねプレミアムカードについてはですね初年度年会費無料、2年目以降はですね1万円でね利用することができるっていった形になりますので、本来のね値段と比べるとですね1万円でね維持することができるっていうのはですねいい特典だなというふうに思っております。でですねどちらも2年目以降はですね1万円かかるっていった形になっておりまして、で1万円はね支払うわけなんですけども、このねHPCJ のですね5000円の割引券がですね2枚もらえるっていった形になっておりますので、ヒルトンホテルをですね利用する方であればですねこの特典についてはですね実質無料みたいな感じでね利用することができるっていった形になっております。いかがだったでしょうか。今回ねとうとう出たヒルトンアメックスクレジットカードについてね解説させていただいたわけなんですけども、ヒルトンホテルをですねメインでね利用する方向けのねクレジットカードっていう印象ですよね。で皆さんね、まあ、今回詳細が出たわけなんですけども、どんな感じの印象ですかね。まあ一般カードの方が1万5000円、プレミアムカードの方はですね6万円ということで、結構ね年会費も分かれておりますし、またね両方とも付与されるねステータスについてはゴールドステータスっていう風になりますんで、個人的にはですね一般カードでゴールドステータスね付与されるっていう風になりますんで、一般カードの方でねいいのかなっていう風に思っております。またねウィークエンド宿泊特典っていうのはですねどのぐらいのホテルでどんな感じで利用できるかについてもですねちょっとね見解変わるかなっていうふうに個人的には思っております。プレミアムカードはですね年会費6万円ということで、ダイヤモンドステータスまでのハードルがねちょっとね高いかなっていうふうに思いましたね。年間のね決済額が200万円必要でダイヤモンドステータスっていうふうになるのであればですね
ね。2021年3月現在はですね、ステータスマッチね、行われているっていう風になりますんで、まあ普通にね、ステータスマッチしてヒルトンのね、ダイヤモンドステータス取った方がですね、はるかにね、お金かからないっていう風になりますんで、とりあえずですね、ヒルトンのステータスね、欲しい方に関してはですね、ステータスマッチね、やった方がいいのかなっていう風に思っております。もちろんね、ステータスマッチについても何回もね、利用することができるわけではないのでですね、そのステータスマッチの後のね、ステータスが切れてからね、いいのかなっていうふうに思っております。ひとまずですね、私もね、発行することがね、決まっているわけなんですけども、どっちにしようかね、ちょっとよくね、検討していきたいなっていうふうに思っております。またですね、お得な入会方法に関してなんですけども、まずアメリカンエクスプレスのクレジットカードになったということで、アメリカンエクスプレスのクレジットカードには紹介制度っていうものがありますよね。この紹介制度についてなんですけども、まだね、詳細発表されてないっていった形になりまして、これがあるかどうかもですね、実際まだわからないっていった感じになってるようなので、アメックスのね、紹介制度でさらにね、ポイントがもらえるとかですね、何かね、特典があるのであればですね、またね、解説動画ね、出させていただきたいなというふうに思っておりますんで、とりあえずね、ヒルトンアメックスクレジットカードね、発行されたい方もですね、こちらの情報を待ってからね、発行した方がお得にね、利用することができるかなというふうに思っております。またですね、ヒルトンビザのクレジットカードですね、保有している方ですね、メールオファーね、来てないか、ぜひね、チェックしていただきたいなっていうふうに思っております。というのもですね、ヒルトンビザのね、クレジットカード保有されている方にはですね、初年度年会費無料のオファーのメールがですね、来ている方がね、いらっしゃるっていう情報をいただいておりますので、こちらね、全員対象なのかちょっとわかんないわけなんですけども、もしね、ヒルトンビザクレジットカードを保有されている方はですね、そちらのメールもですね、ぜひね、チェックしてみていただきたいなっていうふうに思っております。今回のはね、この感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。